あ、いたいた。ここやって。あ、どうして、なんか食べてんの？なんか食べてる。どうしたん？どうしたん今日は。ちょっとね、やっぱりもう20周年ももうようやく終わった。あのライブも、うん、やっぱ20年とかやってたら、はいはい、やっぱり周りもやっぱいろんな人おるやん。でなんか最近よく聞く言葉、あのサイコパス。サイコパス、はいはい、サイコパスって最近よく聞く。聞く、うん、サイコパス診断っていうのがちょっとあんのよね。あ、あるな。それちょっとやってみて。あのサイコパスやったらやっぱり直さなあかんから。直さない。どうすんの？どうやって調べんの？だちょっとその心理テストみたいなのがあるのよ。おでそれで、これを答えて、このそういう答えの人はサイコパスです。でも俺なんか聞いたことあるやつもあるで。あ、なんかサイコパス診断でマジで。なるほどね、うん、なんか誰か どういうそれなんかそういうあれ心理テストみたいな。いやだから聞いたことあるで。なんかご飯とうんこがあったらどうしたご飯うんこ食べますとかサイコパスや。そういうやつ。それはサイコ、それサイコパスでも何でもないやつ。マンションのバルコニーで男が女性をナイフで襲っている現場を目撃してしまいました。怖いな。その瞬間、うん、犯人と目が合ってしまいました、うん、そして犯人はあなたの方を指さして、うん、その指をが何やら動いています。え、この動きにはどんな意味があるでしょうか。犯人がこっちに指さしてんやな。なるほどなるほど。自分はバルコニーから自分はマンションのバルコニーにおるんや、はい、で、うん、そこの向こうで殺人。なるほどなるほど、なるほど。自分の方をこうやって指差した。 OKOK。 なんか言ってる。何の意味があるの。ちょ、怖い怖いで俺。ちょっとほんまに俺思った。これ怖いな。そやな、その心理テストって聞くからな。もう何も言わずに出されてるんちゃうよ。何目でサイコパスの心理テストって言われてるから。そうやな、うん、行くよ、うん、次はお前やっていう向こうが言うとる。ああ、うん、なるほどね。何、うん、お前もこっち来いよ。ちょっとサイコパスになろうとしてなんかちょっとサイコパスかっこいいと思って。ごめんごめん、勘違いやったらごめんけど。いや、それを勘違いしてんやったら俺はもうここでやめさせてもらう。サイコパスがかっこいい濃いと思ってる。ちょっとサイコパスになろうとしてない。ちょっと兄さん、サイコパスになろうとしてない。お前がでもそういう目でもういきなり俺のこと見てるやったら俺はもうここでやめたいと思ってる。俺はそれは中二みたいな男やない。サイコパスと思われたい。ほんまにこれ俺はちゃんとまっすぐ答えるよ。お前がそういう目で俺をもうすでに見てるんであれば、サイコパスになりたがってる。俺はもうここでやめたいと思ってる。言われたか。俺もこぼれたらやめる。なんか前もって聞いててなんかサイコパスになるようにやってて俺もやめる。なんか意味がわからん。お前がサイコパスやったとしても俺はどう接していいのかわからへんし。だからそれはサイコパスになるようにしてるよ。全然やめる。お前がこれが正しい答えも。次お前お前もこっち来いよ。意味がわからん。なんでお前サイコパスになりたがってって。これはもう俺ちょっと嫌やわ。なんかサイコパスになりたがってもお前も嫌やし、そんなん見たないし。お前 NHC 入ってこんなんなる思ってたか。自分がサイコパスに思われてる。何のために東京来てんな。お前サイコパスやと思われたいために東京来たんか。そんな俺やめた。でそれと俺はもう俺申し訳ないけどちょっと俺はもう降りさせてもらうこの企画。そんなお前がサイコパス1問目から一問目からそんな風に俺のことをもう見てるんでやったら俺はもうここでやめたいと思う。こんなもん何のテストでもない。一応お前そんなもんサイコパスに酔ってるやん。それはもうそんなもんだ。まあええわ。ほんならこれ何ですか。ほんならこれは、うん、一般的な回答、うん、次はお前を殺す。お俺や、うん、全くその通りや、はい、うん、サイコパスの方の回答は、うん、あなたのいるマンションの回数を数えている。おお。なるほどね。これはどうなの。これもサイコパスに寄ろうとしすぎてて、あのだいぶ失敗したね。だからめちゃくちゃ怒るもんで、めちゃくちゃ滑ってる感じやな。実はこれは。サイコパスマンダーで。これサイコパスマンダーでめちゃ滑った感じ。これはダサい。
これ一番サイコパスで中2やこれちゃんと中2中2ほんまの年齢の中2ですいやこんなんはちょっと今日やわ OKOK あなたはある人を恨んでいます、はい、そして自宅に忍び込んでついに殺害してしまいました怖い怖い怖いその場にいた無関係のペットも殺害してしまったのですが一体それはなぜでしょうか、ペットも殺してしまったペットを殺してしまった無関係のペットも殺してしまった なるほどこれ多分めちゃくちゃ一般的な答えになってると思うわこれをサイコパス風に考えれへんわ難しいよこれよ俺行かれていい、うん、主人がいなくなってかわいそうだからこれでもちょっとサイコパス寄りなうぜやん、うん、そう、うん、マジで、うんまあ、お前すげえなんかサイコパスいやいやいや言ってこれは俺ほんまにそう思ったんやけどないやこれはマジで、うん、何俺は、うん、その殺した人が一番可愛がってたからまたサイコパスになろうとしてもうそれもう落ちるていやいやほんまやってかっこお前こっち来いよまた書いてるやんお前めっちゃ気に入ってるやんお前もこっち来いよそれ何やねん答えにしておかしい犬殺してお前もこっち来いよって決め台詞になってへんねん何やねんお前もこっち来いよってすっかなそれだ何やねんそれ全部に当てはまる答えちゃうでこれな何答え教えてくれこれは答えっていうか何なん一般的な回答は、うん、顔を見られたし、うん、ペットが吠えると困るからそのペットに会った時に殺した殺したってでまた吠えられたりしたら困るから、うん、でのが一般的な、うんうんでサイコパスの回答は、うん、あの世で再会させてあげるためほらだってちょっと怖いよ俺やったななんか俺思ってた1問目の時寂しそうな顔してた1問目の時もうやめようぜこれ寂しそうこれやめようぜ俺もサイコパスって思われたって思ってこれマジで普通のでもこれこういう答え書く人もいるで1問目の時すぐ寂しそうな顔何寂しそうな顔ってよもうええわ何やねんこれやってないって俺はほんまにこう思ったって俺常々こう思ってんてほんまに俺は言うてるやんほらいやサイコパスに憧れてるやん何やねんそのサイコパスに憧れるなんてダサすぎるでもちょっと怖いわえ俺の中でそういう部分があるってことやめてくれよあるよないよ俺にそんなこんなあの45のおっさんが よく当たると評判の占い師に見てもらったところ占い師からあなたに危害をもたらす存在が身近にいるから気をつけるようにと警告をされました、うん、その後あなたは占い師を殺してしまいましたどのような理由でしょうか待ってよこれなんか不思議な話やなそうやななんか落語みたいなどこがやねんどこが落語やねん落語みたいな話やな何がおもろいの人情話でもないしOK 行っていい、うん俺から行くぞ、うん実はその占い師が占いされた人のパートナーだったああその人もなおなるほどなどういやでもあるんじゃんおめっちゃ理由長いでも分からんからまあそのよく当たるって言ったからその時その時一番その身近にいたのができるだけそのサイコパス感出したいんかしらけどお前もこっち来いって待ってもう意味わからねえから別に万能じゃないねん別になサイコパスの答えが
が、うん、その占い師が自分の死を予言できる能力があるのかを試してみたかったから。なるほどね。この人は本当に当たるのかを殺してみたら分かるのちゃうかっていう。でもそれはちょっと俺はサイコパス側に意見言いたいけどね。そのなんかそのその人自身がもし自分を占って身の近くに危険が迫ってるって自分を占って試して殺されて分かるけども、この対象に対して身の危険が近づいて殺す人がいるって占い師殺したら意味ない、意味ない。どうも。まずその答えは誰が言ってんのかよね。俺そこがお腹空いてる言って言ったけどお腹空いてる。そこが俺気になる。お腹空いてる。お腹は空いてる。ほんまか。うん、消化してんだと思う。なんか食べたんか。朝ごはん食べてきた。えらいな。うん一番サイコパスやろ。いやですね、確かに朝ごはん食べてきた。あなたはずっと殺したいと思っていた相手の体に爆弾を仕掛けることができます。おボタン一つでいつでも相手を殺すことができますが、うん、どんなタイミングでボタンを押しますか。なるほど。なるほどなるほど。場面ね、はいはい、どんなタイミングで。お前が腹減ってる朝飯食べてる。さっきからずっと朝ごはん食べてる。グーグー言ってた。めっちゃ羨ましい。やばいやばい。俺の朝ごはん聞いて急に腹減ってる。何食べたから。オッケー、俺が行くで、うん、実家でこたつに入ってる時、あもう一番くつろいでるやん、リラックスしてる時、ただいまーってこたつ入ってちょっとあったまってきた。で一番油断してる時みたいな。そうそうそう一番油断してるやん実家のこたつで。ゆっくり寝て、もうちょっと寝そうなってきてるやん。ああ落ちそう。あんたもう布団にポーン。サイコパスやろ。答え聞かせてくれや。俺これでもめっちゃ怖なった自分で。なんかお前サイコパスになってる。なんかなスンスン、はい、筆進んだ。進んでやべ。で書いてから、うん、怖ったの。そのおいおいおい怖っと思って自分の考え。モンスターが目覚めとるやないか。恐ろしなってるぞ。いや大丈夫かお前。うん俺はそいつが一番喜んでるんだけど、それ分からへんやんけ。それでどうやって判断。そいつが一番嬉しが、いや見てんのよ。どういう時やねんそれ。で見ててあいつなんか嬉しがってる、なんか好きな女の子になんかおはよう言われて嬉しがってる、嬉しがってる。俺実家の外から見てこたついて、あんた普段来てこれは何やねんこれ。これちょっとむずいわ。怖いな。どういう時。これは相手が目立つ場所にいる時とかが一般的な回答ですね。相手が命乞いをしている時。ああ俺一瞬思ったんは相手が死ぬ寿命尽きる直前とかしようかなって。なんでですか。分からん分からん。なんかちょっともう死ぬのに全うする前にちょっと死んでしまおう、死なしてしまおうという、うん、優しさな、うん、これサイコパスの答えは、うん、ボタンを押さない、できる限り押す、いつでも押せるぞっていう状態にして相手を苦しめる。それ相手も知ってるってことか。そうそう、それちょっとなんか、うん、それ説明不足か。そうやな。それ俺相手は完全に知らんと思って。知らん。だから喜んでると思う。だから俺もこたつ何も知らんから。何も知らんから。俺も何も知らんから。伏線寝るときに知ってる。知ってるのかい。それちょっと話変わってくるやんけ。誰が考えた。話変わるやんけ。あれ知ってるって聞いてへんぞ。すいません。それってあんまり相手爆弾入ったらこたつなんかでゆっくりするわけない。絶対こたつなんかねえへんよそんな。ほら喜んでる。喜ぶわけない。好きな女の子が挨拶されて爆弾仕掛けられてるの。サイコパス診断テストをやってみたところ、今何問目みたいな、うん、該当する部分が多かった、ね、どう答えたサイコパス。友達からお前はサイコパスだろうとからかわれました。ああその時あなたの反応は
サイコパス診断テストをやってみたところ該当する部分が多かったため友達がお前サイコパスやろからかわりました。その時の後はもう まあでも、うん、これかな見ていい、うん、なんかすごいなんかすごい照れて違うわそれでことサイコパス一回サイコパスと逆を演じるそうです、かわいい違うわ俺やったらないやあでもそれ言われてあこいつあサイコパスちゃうわと思うけどこいつむちゃくちゃアホなんやつと思うしてくれ俺は実際そうやったから、うん、でもちょっと怖いな、うん、そうや、うん、お前もこっち来いそれ万能じゃない、これもたまたまこれはちょっと怖いけど、怖いやろお前ちょっと怖い、お前もサイコパスになるやつ、そうそう、こっちが怖い、お前もこっちが怖い、めちゃくちゃ怖いやんって言ったら向こうがちょっとはってなるから、うん、それをちょっと演じきる、演じきる違うわこう演じるサイコパスの人は、いや、サイコパスのつもりで考えたんよって弁解する人が、サイコパスの気質が高い。なるほど。そのままなんか、それで当てはまることはできないらしいので。なるほどな。サイコパスになって考えたから。これどちらがサイコパスやってるのな、俺と。いや、でもお前の何問目やったっけ、なんか。2問目は。2問目か。でもあれ1問目の俺のがあってのなんかすごい考えてる、羨ましそうに羨ましそうに見てたから別にね、俺サイコパスやられてかっこいいって思わへんって2問目だけ急にサイコパスやったから寄せた寄せた可能性は見たことあってんやん、なんか見たことあってんネットのやつって登録者数が100万人いきますよね、よっしゃー。